1について尿意スタート、おしっこ漏れる。これ最低ですね、これは。どうもプラスワンです。はい、どうもプラスワンです。どうも。さあ、今日は新小岩にやってきました。来ましたね。はい。さあ、今日はですね、新小岩に来まして、今日やるのはですね、街の魅力を探れ。いやいやいや、拍手拍手拍手なんですね。拍手、こう盛り上げてくんないと。はい、いや、やれよ。ということでですね、新小岩の魅力を探っていきたいと思います。思います。新小岩語？何？うるさいな。ちょっとだけインタビューしてもいいですか？あ、大丈夫ですか？と新小岩の魅力についてちょっといろいろ聞いてきたんです。新小岩に住まれてる方ですか？住んでないんです。あ、住んでないですか？よく来られます？そうですね。よく仕事で来てるんですか？はい。まだ2ヶ月しか来てないんで。あ、こっちに来て。あららら。でも全然いいです。そのちょっと来た2ヶ月しか来てないけど、なんかちょっと思うところとか、地元と比べてどうかなとか。商店街がやっぱりいいなって思います。ね、これすごい大きいですもんね。小さい公園。この川のところ。そんなあるんですね。綺麗な公園があるんですか。そうですね。綺麗な、なんか川沿い4キロぐらいあるみたいな。ありがとうございました。ありがとうね。じゃあどんどん聞いていきましょうか。お願いしますね。こんにちは。ちょっとだけインタビューお話聞いてもいいですか。ちなみに新小岩に住まれてる方ですか。住んでないです。そこの大学の学生。ああ、学生。じゃあもう毎日のように来て。そうですね。週5で来てます。ああ、そうなんですね。いい人見つけましたよ。よかった。いろいろ聞いていきたいんですけども、新小岩のいいところとか、いいところ、はい、いつも毎日来てますから、それはもう見つかりますよ、そりゃ。変に都会っぽくない。ああ、千葉なんですけど、結構やっぱそこのなんか田舎っぽいっていうか、ちょっと落ち着くというかね。それは確かにあるかもしれない。半分ちょっとディスってますけど。いやいや、そんなことはない。そんなことはないです。そんなことないですね。住みやすいし、やっぱね、ってことで過ごしやすい場所ってことですよ。すみません、ありがとうございました。新小岩のいいところ聞きたいんですけど、はい、なんかちょっと好きなところ、ここいいなってっていう飲食店が多い。あ、それはでもね、商店街もありますしね。ちなみに逆でこの悪いとこ、人が多いんですけど、車がこうやっていっぱい。ああ、今日答えていただいてありがとう。うちは芸人やってるんですけど、相方一発ギャグやるんで、それで俺にちょっと笑ってくれたらなと思って。1について尿意スタート、おしっこ漏れる。これ最低ですね、これは。さあ、こんにちは。ちょっとだけインタビューさせていただいてもいいですか。いいところはどこもいいね。あ、どこもいいですか。100点ですか。からずっと離れてない。ああ、そうですか。じゃあもうないかもしれないですけども、悪いとこっていうのは何か。悪いとこはちょっとここを直してほしいなとかなんかあったら。私はないね。ないですか。はい、どうもありがとうございます。いや、全然喋んなくなっちゃった。昼飯食ったら。お腹いっぱいになっちゃったね。だから眠くなってるだろう。だから次から昼飯抜きでやりましょう。もうこんにちは。ちょっとだけインタビューさせてもらってもいいですか。ありがとうございます。この新小岩のいいところとかっていうのはどういうところか。やっぱいろんなお店がある。ああ、でもお店多いですよね。お店多いですよね。こんな大きい商店街もありますし、確かに綺麗です。確かに。はい、ありがとうございます。すみません、お忙しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとだけインタビューさせていただいてもいいですか。住んでる方ですか。いや、まあ近くには。あ、でも近くには。近いですね。新小岩のいいところとかで教えていただいて。いいところ。なんだろう、商店街とかですか。あ、やっぱ商店街ですね。みんな言うんですよ、商店街。でっかいですからね。いろんな店ありますからね。じゃあ、ありがとうございます。一応うちら芸人やってるんですけど、相方のお礼にインタビュー答えていただいたお礼にギャグやるんで。おててのこうとこうを合わせて何これね、笑っていただいてもよろしいですか。全然笑ってもらっていいですよ。大丈夫ですね。言葉でね、面白い。若い子に気使わせないように横山君ね。あれ、気使わせちゃった。気使わせちゃったんでね。すみません、ありがとうございますね。忙しいところ。すみません、ありがとうございます。